それでは G3 オールレディース笹川杯にドリーム戦に出場する長嶋選手です。よろしくお願いします。お願いします。徳永、もうここはもう得意と言ってもいいんじゃないの？そうですね、デビューした地でもありますし、好きな戦名の一つです。このトースポ動画でも優勝インタビューまで撮らせてもらったことがありますから、はい、ここだけの話ですけど、長嶋真希が優勝するストーリーで6日間喋っていきますから。嬉しいです、ありがとうございます。ぜひ、モーターもええもんね。そうですね、エスキー候補っていうか、引いちゃいました。乗った手応えどうでしたか？そうですね、ターンする時の力強さも感じたんで、すごい楽しみですね。すごい楽しみ、はい、楽しみです。十分狙える。そうですね、優勝というより一個一個のレースで最高のパフォーマンスできそうな感じなんで、調整外さないようにして、もう一個一個のレースめちゃくちゃ楽しみたいと思います。またちょっとこの中間も何回かインタビューお願いするかと思いますので、その辺はちょっとゆっくり聞くとして、まずはドリーム戦に向けての抱負をお聞かせください。そうですね、6号艇っていうのは優勝狙うにあたってもすごい一節間の中で流れを作る、大きな自分の中で自分にとって大事な枠番で、ドリームなんで、そこから流れ作っていきたいと思ってるんで、6コースから豪快なターンをしたいと思います。常滑ファンを沸かせてください。そうですね、船木を売りたいですね、期待しております。長嶋真希選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。